新たな CM キャラクターとして俳優の平野翔が起用され、2月10日から放送される CM では、糸生成し、緑人層だというメッセージが伝えられます。サントリーが国内の人市場拡大を目指して大阪工場に55億円を投資する計画を発表しました。サントリーは2月7日に人に関する戦略説明会を開催し、 執行役員である RLS 事業部長の塚原大輔氏がその詳細を説明しました。塚原氏は、過去6年間で国内の人市場が1.9倍に成長し、特に国産人が急速に伸びており、市場の構成比が6割を超えていることを指摘しました。これまで人は外国の酒とみなされてきましたが、今やそうではなくなりつつあります。また、国内市場はグローバル市場の約4%に過ぎず、 さらなる成長の可能性があると述べました。サントリーはこれまで、2017年にプレミアムブランドの6、6、2020年にはスタンダードブランドの緑、SUI を発売し、国内の人市場を牽引してきました。しかし、塚原氏は2022年の200億円規模から2030年には450億円規模まで市場を拡大したいと述べました。これを実現するため、 サントリーは2025年までに大阪工場に55億円を投資する計画です。新たにスピリッツリキュール工房を建設し、新石タンク5機を新設し、上流釜4機を更新することで、生産能力を約2.6倍に増強する予定です。6は、ビーム社との統合10周年を迎えるグローバルブランドで、日本の四季を表現する王家、オーバー、センチャ、玉露、参照。 ユズの6種のは素材で作られています。グローバルでは高価格帯のジンにおいて3位のポジションを獲得しており、塚原氏は将来的に世界ナンバーワンを目指すと述べました。国内では、旬を味わえる贅沢なジンをコンセプトに掲げ、6ブランド初の限定品である、6、6、桜ブルームエディションを数量限定で発売する予定です。硬貨や大葉の原料種をブレンドすることで、 桜餅のような上品で甘い香りや豊かな桜の味わいを表現します。価格は5000円、税別、程度になる見込みです。緑は、居酒屋飯に合う人としてリーズナブルな価格で提供されており、2020年には販売金額が116億円に達しました。昨年12月には緑人相打感がリニューアルされ、非加熱製法が採用され、柚子などのボタニカルの香りが強調されました。また、 無糖に改良され、後味のキレが向上し、より食事に合う味わいを目指しました。さらに、新たな CM キャラクターとして俳優の平野翔が起用され、2月10日から放送される CM では、糸生成し、緑人層だ、というメッセージが伝えられます。サントリーは2024年の販売目標として前年比135%の165億円を掲げており、塚原氏は大変意欲的な計画ですが、 創業者の DNA である、やってみなはれ精神を持って、日本のお客様にジンの魅力を知っていただき、ファンになっていただくことを強く願っています。この挑戦に向けて邁進していきます。と述べました。